久保官一は、日本の政治家。長崎県知事や、参議院議員を務め、久保官という愛称で呼ばれた。後藤市長の中尾育子は娘。長崎県後藤列島の三井楽町で生まれる。長崎県市販学校を卒業後、後藤の農協組合長を経て、長崎県議会議員に当選。1962年の参議院議員選挙に出馬し、長崎地方区で、 初当選。参議院文教委員長などを務め、日期目途中の1970年に、長崎県知事選挙に出馬。4選を目指す佐藤勝也に挑戦し、地元ハイ木キの久保と、官僚出身の佐藤という構図の対決となり、自民党県連が2つに割れた。当時首相だった佐藤栄作の判断で、県連の主流派が支持した佐藤勝也が公認を得たが、 長崎県選出の自民党国会議員は5人中4人が、区保を支持した。選挙では44万票対21万票で、佐藤に圧勝し、知事に就任した。知事在任中には、難航していた大村市美の島への長崎空港を建設のため、反対する農家を説得した。本土側に農地を提供するとともに、専任指導員をつけるなど移住後の手厚いケアを行い、 就任から5年後の1975年に空港が開港した。また、1978年には放射線漏れ事故を起こしたムツを佐世保港に受け入れた。被爆権として反対の声も強かったため、原子炉運転のための鍵を知事が預かる各封印方式をとっている。また、ムツ基金を創設し、長崎新幹線の完成を 他の整備新幹線より遅らせないとする、六年書自民党三役と国費に交わすなど、この交渉において政治手腕を発揮した。知事三期目に病に倒れたが、車椅子を用いるなどして、任期を務め上げ、1982年に引退。同年に、君一等随法賞を受賞している。1993年11月23日。 急性心不全のため83歳で逝去。ありがとうございます。